流星戦隊娘とは2004年10月から同年12月まで放送されたアニメ作品。全13話。原作はメガミマガジン2004年1月号より連載された読者参加企画娘と RGB。ストーリーの展開に合わせて第9話から第11話まではタイトルが流星戦隊オトメットに変更された。番組の最後には 声優やスタッフが顔出し出演し、トークを行うミニコーナーがあった。なお、本作を最後にワンダーファームはいわゆる萌え事業から撤退した。すなわち、本作は同社最後の萌え作品である。ヘルメットに内蔵された流星パワーで強化パーツを身につけることで変身する。ただし、変身するのは手足などの末端部などでアンダースーツなどを持たないため、 変身前に着用していた衣服がそのまま素体スーツとなる極めてコスプレ的要素の強い変身をする。強化システム、娘ファイナライザー導入後はオトメットをも圧倒する戦闘力を手に入れた。それと同時にアンダースーツが装着され、通常時のようなコスプレ要素がなくなった。モチーフは光の三原色の赤、緑、青、ブラックの流星に支配されたヤマトが生み出した。 もとは、ムスメットの次世代型のプロトタイプシステムだったが、改良されムスメットをも上回る能力を発揮する。特徴は、アンダースーツが存在し、パワーの維持にエネルギーを消費することである。そのために、ムスメットよりも高い性能を持つ反面、パワー切れになると、アーマーとアンダースーツが、分解消失してしまい全裸をさらす羽目になる。 サオトメ三姉妹は三色三姉妹とは敵対関係にあったが、オトメットとして善行を繰り返すうちに正義の心に目覚め、レンボー、ヤマトをブラックの流星の呪縛から解き放つために、娘ットと共闘する。なお、サオトメ家はかなりの資産家であり、地球規模の移植獣を操っている。また、彼女たちはイボ姉妹であり、日本人の父親とそれぞれアメリカ人。 ブラジル人、中国人の母親によるハーフである。モチーフは、色の三原色のシアンマ全体イエロー。ありがとうございます。